習近平よ、もう限界だ。中国の若者に広がるマクドナルド結婚式の悲惨とデフレ旅行も規制されて爆発寸前。経済転落がもたらす現実のヤバすぎる実態。アリババも打つ手なし。中国の物価は相変わらず低空飛行を続けている。10月の消費者物価指数 CPI は前年比 0.3% の上昇となり、伸び率は前月の 0.4% から鈍化した。生産者物価指数 PPI も25ヶ月連続で前年割れとなっており、デフレ脱却には程遠い状況だ。消費不振が深刻化する中、中国インターネット通販企業による毎年恒例の値引きセール独身の日が11月11日にピークを迎えた。今年は期間を延長して10月前半から開始し、約1ヶ月の史上最長の商戦となったが、消費回復のためのカンフル剤にはならなかった。独身の日を始めたアリババ集団は今年300億元約6400億円の割引券を配布したが、お祭りムードを演出することはできなかった。流行語となったダウングレード。中国メディアは連日のように経済の好調ぶりを宣伝しているが、人々の生活実感との乖離は広がるばかりだ。中国人の多くはリストラや賃下げの嵐に巻き込まれている。富裕層の間でも保有不動産の価格低下で消費を手控える動きが広まっている。中国ではダウングレードという言葉が流行語になっているほどだ。この傾向が最も強いのが若者たちだ。厳しい生活環境にある若者たちの間でミニマリズム、必要最低限のもので暮らすライフスタイルが流行している。彼らのモットーはレスイズモアだ。豪華な結婚式も今は昔だ。マクドナルドのコーラとハンバーガーで新郎新婦を祝福するスタイルも当たり前になりつつある。若者に広がる夜のサイクリング。中国の若者の多くが仕事をする主な動機として住宅の所有や家族との生活ではなく旅行を挙げている。江南省ではこのところ夜のサイクリングがブームとなっていた。鄭州市の大学生が6月約 50km 離れた開封市まで自転車で出かけ、名物のスープ入り肉まんを食べて帰ってくる様子を SNS に投稿したことがきっかけだった。観光業界に活気を与えていると称賛されていたが、11月8日に参加者が数万人規模に達すると交通当局は翌9日、自転車での主要道路の通行を禁止する通知を発出した。大学生たちは、共産党万歳などと愛国的なスローガンを叫んでいたが、2022年の白紙革命よりも規模が大きくなったため、中国の若者による集団行動が政治的なものに転じることを警戒したからだと言われている。取り締まりのせいで多くの大学生がキャンパス内に閉じ込められており、数少ない楽しみを奪われた不満が政府に向かう可能性は排除できなくなっている。続きは後編。中国で SUV を運転する62歳男が大勢の人を次々と跳ね、78人を殺傷。爆発した高齢者が台湾有事へと誘導される悪夢のシナリオで詳しく見ていこう。中国版無敵の人が急増中、死傷者78人暴走事故に焦った習近平が出した緊急指令。中国人を震撼させた自動車暴走事件。今月11日に広東省樹海で起こった死者35人、負傷者43人という自動車の暴走事件は、滅多なことでは驚かない14億中国人をも震撼させた。もしかしたら一番肝を冷やしたのは中南海に増します習近平主席だったかもしれない。翌日すぐに社会の安全安定を図れと重要指示を発令した。習主席自ら即刻動くなど異例だ。それで椅子から飛び上がるように動き出したのが広東省トップの汪根明党委書記だった。
4無合室人員を警戒せよという指令を出したという噂が SNS で出回り、市民は戦々恐々となっています。同省の住民、4無合室人員とは4つがない人、5つを失った人のこと。4つとは結婚、子供、仕事、持ち家。5つとは投資や貯金、生活、人間関係、バランスある心理状態、正常な精神だ。王書記の習近平思想。王書記は習主席がかつて福建省と浙江省で勤務していた時代の中心だ。それで習政権になって党中央宣伝部長に抜擢され、習主席の偶像崇拝家の旗振り役となった。一昨年から中国最大の経済力を誇る広東省を任されているが、もっぱら習近平思想をお経のように唱えることを強いている。悪いのは四無五室人員だとか言われても経済状態は最悪で、そんな人間は周囲に5万といる。彼らに監視の目を向けたら、社会の閉塞感はますます進んで悪循環に陥ります。当然習近平思想は社会と経済を救えるのか。中国の権力闘争が止まらない。習近平が文革を想起させる地で軍への逆襲を始める中、李強が打って出たまさかの徐州行動。排除された習近平が11月6日掲載の中国の独裁体制に一体何が、習近平の名前が党中央政治局と人民解放軍の重要文書から消えたで、中国人民解放軍が10月30日に公表の重要文書において露骨な習近平排除を行ったことを伝えた。それから2週間が経った頃、習近平主席は早速軍への逆襲を始めた模様である。11月4日、湖北省で視察中の習主席は湖北某所に駐屯の解放軍落下傘部隊を視察した。習主席は地方視察中に解放軍部隊を視察することは往々にあるが、今回の場合制服組トップの徴用強中央軍事委員会副主席が習主席を実質上軍から排除して解放軍の掌握に成功したと観察されている中で、習主席の軍視察は大変注目すべき動きである。10月15日から2日間習主席は福建省を視察したが、その直前の14日に解放軍がまさに福建省を最前線にして台湾を囲んで軍事演習を行ったにもかかわらず、習主席が福建省視察中に軍の視察も軍との接触も一切なかったことは上記記事でも伝えたが、これと比べると11月4日の解放軍視察はわざとらしくて、何かの特別な政治的意図があることは考えられる。そこで注目されるのは、習主席の落下傘部隊視察に同伴したのが中央軍事委員会副主席で解放軍制服組ナンバー2の南栄党氏であることだ。10月30日掲載の習近平はもうおしまいなのか、中国人民解放軍で静かなクーデター、粛清に反抗してとうとう制服組トップが軍を掌握で伝えたように、南氏は9月13日に北京で開催された安全保障関係の国際フォーラムに参加して以来、9月、10月中には公の場から姿を消して動静は一切伝わっていない。文化大革命前夜と同じく湖北省から、特に10月中に軍事委員会副主席の徴用強氏が主催した2つの軍の重要会議イベントに同じ副主席の南氏が連続的に欠席したことはもはや異常事態である。つまりハリ氏が静かな政変を起こして軍からの習主席排除に成功した中で、主席側近の南氏も一緒に排除されたのではないかとの観測も成り立つのである。しかし今約50日間にわたって姿を消して南氏が突如現れて習主席の落下傘部隊に視察に同伴した、そのことの意味するところは、習主席が側近の南氏と共に徴用強たちの下克上の静かな政変に対し上からの政変を起こして軍への掌握権を奪い返しに奇襲してきたのではないかと見ることができる。その際習主席の上からの政変は地方の解放軍部隊への視察から始まったことも興味深い。つまり軍の中央が長子たちによって掌握される中で、習主席側は地方からそれを打破する突破口を作り、
中央への逆襲に打って出たわけである。かつての毛沢東時代、文化大革命の前夜、毛沢東が劉少奇一派より中央での発言力を排除された時、まさに地方視察を行って中央への反撃を開始した。そしてくしくも当時の毛沢東は湖北省視察の直後に北京に戻って劉少奇一派打倒の文化大革命を発動した。今第二の毛沢東を目指した習近平は、湖北省視察から軍の掌握権の奪い返しに動き出した模様であるが、それが成功できるかどうかはまさにこれからの見どころである。古い休日復活の意味。習主席と解放軍との亀裂が深まる中で、今や政府の長として習主席と対立関係にある李強首相の動向が注目されている。その李強は最近になって再び習近平排除とも思われるような小さな政治行動に出た。11月12日配信の新華社通信報道によると、李首相は近日、全国の祭日及び記念日休暇に関する条例を改定する国務院の決定に署名し、それを実施に移したという。それによって、来年1月1日から全国の法定休日が2日分増やされる。その中で大変注目されているのは、女優という伝統祭日を法定休日に再び定めたことである。女優とは旧正月の元旦の前日のこと、日本の大晦日にあたる。それは中国人にとっては一家団らんの大切な日であって、女優の夜、家族が集まって年夜飯という宴会の食卓を囲むのは遠い昔からの習俗である。したがって遠い昔から女優の日に、あるいはその前日から一切の仕事を辞めて休むのは当たり前のことで不動の習慣であった。そして2008年1月から女優は国務院令をもって法定休日にも定められた。しかし2014年1月から女優はどういうわけか同じ国務院令をもって法定休日から外された。女優が休日ではなくなるのはおそらく中国史上初めてのことであろう。その時、国務院は女優の休日外しの理由をきちんと説明しなかった。女優、その発音の意味するところ、それに関するさまざまな推測が出ていたが、その中の有力説の一つは、2013年3月に中国の国家主席になったばかりの習近平氏が女優を嫌っているからだというものである。実は中国語では劉という単語は習主席の名字の劉とは全く同じ発音の11である。女優は中国語で発音すればそのまま女州習近平を除くとなる。だから習主席がそれを忌避して女優を旧法定休日から外させたということが民間での定説となっていた。しかし10年後の今になって、李首相が国務院の決定として女優を再び法定休日に指定して昔の伝統を回復させた。当然李首相としては、女優が習近平政権の下で休日から外されたその経緯が分かっているはずだし、習主席が女優を嫌うという広く流布されている民間の言い伝えを全く知らないとは思えない。もし李首相が全てを知った上でこの挙動に出たのであれば、これは李首相による一連の習近平排除の政治行動の一環として解釈することもできる。どうやら李首相は何の遠慮もなく女州を着々とやっていくつもりのようだ。今後の展開は楽しみであろう。